王小姐，这是冰球比赛，有她出场呢。啊，央小姐吗？嗯，自从奥古大桑转进到东京本社以后，我们的队里就短一个人，替他的是，我想杨小姐出场，还不如白小姐出场的好。哪的话呀，她比我强得多呢。哎，我的意思，要是白小姐能参加队里的话，是不会错的。紹介してやってくれたわ。じゃあご紹介します。今度は奥田君に代わって新任された村川さん。村川武雄です。どうぞよろしく。村川君は東京の大学を最優秀の成績を持って卒業。ちょっと待ってください。成績の方ははめてくれませんか。そうですか。村川君は社長さんの甥御さんに当たられます。ちょっと甥御さんの方はとにかくどうでもいいじゃありませんか。そうですか。じゃとにかくとして、とにかくよろしくお願いします。どうぞよろしく。ご苦労でした。ではこれを一応山守君に申し出て、早速本社へ写しを送ってください。あ、それから村川、これがいつか話をした村川武雄です。設計課長の安藤さんだ。あ、どうぞよろしくお願いいたします。安藤です。どうぞよろしく。何分頼むよ。では仕事のほどの方は安藤君の指揮を仰ぐとして、お前の住まいのことだがな、俺の家にいるのは少しも差し支えない。それより満州をよく知るという意味で、満人の生活に直接触れるということも必要だし、お前のためにも親戚のところに居候している理由もよかろうと思うんだ。だいたいお前の親父がお前をこの満州へ起こしたというのは、可愛い子には旅をさせろという意味も多分に含まれているんだから、そのつもりだな。僕もそう思います。早速適当なところを探したらよから。ねえおじさん、社長、ところで月給の方は。月給？あ、お前が一人で暮らしていくのに不自由はさせないよ。嫁さんをもらったらまた考える。あ、そうですか。ではどうかよろしくお願いいたします。じゃ早速タイプの方へ回して。どうぞ。どうです、満州の冬は。ベンチじゃないでしょう。いえ、それほどありません。しかしよく来てくれました。本当によく来てくれましたよ。なんて言っても北ですよ。近頃日本人は南へ南へという傾向がありますが、無論南も重要なんですけれども、南進するためにはまず北を固めてかかるのが先決問題です。日本民族の運命は究極において北にあるんです。南は資源を作るところ、北は人を作るところです。これは同時に支社長の自設定もあるんです。あ、よくわかりました。僕もそのつもりです。そうですか。ただま、武雄さんは。お父さんは会社連れてきましたよ。もう今朝ついて早速ご出勤じゃ武雄さんもかわいそうね。私もそう言ったんですけどね、お父さんは初めは肝心だって。それもそうね。武雄さん東京で相当のんびりしてたらしいから。のんびりしてるのは生まれつきじゃないのかしら。親譲りよ。武雄さんのお父さんも随分のんびりしてらっしゃるから。それ何？チョコレート、武雄さんのお母様に送ったんよと思ってね。お母様、武雄さんの部屋どこにすんの？あ、そうね、2階のお父様のお部屋のお隣じゃ武雄さんも窮屈でしょうね。じゃあ私屋に帰って、私の部屋武雄さんの部屋しましょうか。そうね、それがいいかもしれない。早速お引っ越しだわ。ねえや。はい。
お部屋があるから手伝って。はい。この辺に貸しもありませんでしょうか。貸しも？貸しもを探してるんですが、なかなかないんですよ。さあ。そうですか。もしもし。すみませんが、この辺に貸しもありませんかって、孫で何て言うんですか。孫？这儿有租房没有？这儿租。这儿租房没有？这儿租房没有？这儿。あなたがお住まいになるんですか。どっかにいないでしょうか。大手もこの頃膨張して、貸し屋も貸し間もなかなかなさそうですわよ。先祖さんのお家じゃいけないんですの。満州をよく知る海にいて、万人の生活に直接触れてみたいと思いまして。それにおじさんの家は窮屈ですからね。そうですか。私の友達の家貸してくれるといいんですけど。聞いてあげましょうか。ぜひお願いします。じゃあ行きましょう。満州はお初めてですか。基礎ついたばかりなんです。満州をどう思いになります。そうですね。いいとこだと思いますか。そうですね。それほどでもないと思いますか。そうですね。そうですね、そうですねって、一体どっちですの。何しろ着いたばかりですから、とにかく早く貸し物を探して住んでみないことには。そうそう。今朝着いたばかりの方には無理な質問でしたね。ごめんなさい。いや、謝らんでもいいですよ。大学優等だったんですってね。それほどでもありませんよ。懲罰なしと言いたいところだけど、性の上がったらしいです。学生時代何か運動なさいました。まあ一通りは。じゃあ万能したらね、まあ、無論スケートも上手なんでしょ。一応は。私たち毎日新米と退社後に練習中でスケートやれなきゃもう無理ですわ。そうですか。もう無理ですかね。何ですか。さっきから私の方からばかりお聞きして、あなた何も私に聞いてくださらないんですね。そうですか。何も聞きませんでしたかな。何でもどうぞ。
そうですね。どうしたんですの？何を聞こうかと今考えてるんですよ。何かありそうなもんですね。そうそう、あの鹿島のうちはまだでしょうか？あ、そうそう、気づいちゃった。这位村川先生看中了你的房子，他打算住，可以吗？反正这个房子也是闲着呢，既然看中了，还用客气什么呢？貸してくださるそうです。そうですか。いや、助かります。で、あの、マダイはいくらでしょうか？あ、那么就不客气了。这房子一个月多少钱呢？这个房钱怎么办都可以的。吃饭打算怎么办呢？お食事どうなさいますの？満州の生活に直接慣れる意味において、ここのうちの皆さんと一緒にいただければ結構だと思いますが。这位先生说，为了认识满洲的一切，他希望和我们俩一同生活，所以要是能和你们一块吃饭，那是最好的了。是吗？只要春川先生合适的话，我们是没有什么问题的了。可是，我们这儿可做不出什么好吃的来呀。ごちそうはできないそうですけど、それでいいですか？今時うまいまで言ってられませんよ。でも、万人の食事、あなたのお口に合いますかしら？お腹の空いてる時は何でも食べるもんです。食べてるうちに慣れてきますよ。ただ僕あの食欲旺盛ですから。十分なる食事は取ってもらってください。他说他很能吃饭，钱多少没有什么，只要管够就撑。好好。玄関来てんのか。あ、閉じてくれ。ね。あ、閉じてくれ。おはよう。いや、おはよう。どうしたんだい、こんなに早く。万事の日もいいわね。でも、武雄さん、せっかく私お部屋開けてあげたのに、くんそうと逃げ出せに引っ越してしまうんですもん。ずいぶん水臭いと思ったわ。気悪くしたのか？多少。それで、こんな早くからぼやきに来たってわけだな。うん、そんなわけじゃないけど、スケート誘いに来たの。スケート？私、このホッケの試合出るのよ。ホッケの試合？君が？へぇ。女もホッケやるんだってのかな。武雄さん、少しは滑れるの？ごちそうは失礼だろう。あ、じゃあ滑れるの？文字って滑んなきゃ揉むじゃないか。あ、そう。おいそれしまして、どうも失礼。滑得真漂亮，你既然能滑得这样，这次冰球大会你下场还是比杨小姐下场好得多呢。我要是滑得再快点的话，你一定比杨小姐。啊，杨小姐来了。おはよう、おはよう。村川さんもいらしたのね。ああ、毎日来て滑らなきゃもげたからね。さあ、やるか。よいしょっと。おお。あら、竹雄さん、滑らなきゃもぐりだなんて。だから滑ったじゃないか。よいしょ。
村川君にね、社長さんをお呼びです。はい。村川さん、社長さんのお呼びです。ああ。大丈夫？僕は決して懲りてはいませんよ。お呼びですか？うん。君の月給だがね、これ一年、お上位の間柄でも特別というわけないか。この範囲内でやってみるのも勉強だ。しかし満州では内地の2倍ぐらいかかるそうですが。ともかくそのうちから貯金するぐらいの覚悟でなくちゃ。貯金？ああそうですか。あ、念のために断っとくわな。東京の袋を攻めるようなことは絶対にいかんぞ。え、めったに攻めりません。いや、絶対攻めりません。なんだ。絶対に攻めませんから。もし僕が君の月給いくらかって聞いたら君はいい気持ちしないだろ。いいえ、別に。いいえ、別にって、じゃあ平気なのかい？僕、月給100円です。聞きもしないのに自分の月給宣伝してやがら、呆れたもんだな。母さん、こっちの人はね、人の月給聞くことも、自分の月給言うことも当たり前のことなのよ。じゃあ僕もその手で行こう。ねえ、君、失礼なこと聞くようだけど、君その100円で1ヶ月やっていけるのかい？僕、貯金もしてない。貯金？僕、酒もタバコも飲みません。コーヒーも飲みません。乗り物にも乗りません。歩いて帰ります。じゃあ、金も貯まるだろうね。ええ。村川さん、こっちの人、お嫁さん村川さんにはとってもお金貯めるのよ。じゃあ僕も貯金して、いいお嫁さんもらうかな。でよ、食事付きマダイと、それから昼食代か、タバコ代がこのぐらいで、それから交通費と、それから洗濯代、それから交際費、スワッピー、まあたまにいっぱいやるとしてこのぐらいか。あれ？足出しちゃったよ。ごあさんで願いましてはと。私、そろばんをしちゃいましょうか。え？じゃあ、一つお願いしますか。いいですか。食事付きマダイが70円なり、それから昼食代が20円なりと、それからタバコ代が10円なり。じゃあ、歩くとしてだね。洗濯代が500円。洗濯？君、洗濯も自分でやるのか？もう僕がやりますよ。洗濯物ぐらい一日洗濯屋出してたら経済の持ちませんわ。どういうもんかね。次、床屋に風呂代か。あ、君、風呂は入るんだろうな。え、たまには。たまに？え、じゃあ、先。あ、さよなら。さよなら。じゃあ、たまに入るとして、次は新聞、雑誌、映画、これが20円ぐらいだね。少し多くないかしら。15円ぐらいにしておいたら。君なかなか細かいんだね。じゃあ次は交際費、その他雑費、まあたまにこう一杯やるとして30円ぐらいかな。それせいぜい15円から20円ぐらいで止めておかなきゃ気がありませんわよ。だいたいお酒なんてたまに一杯と思ったのが毎日あるようになります。飲み出せば一本が二本になり、二本が三本になり、もう気にはないものよ。うちに毎晩酔っ払って帰られたんじゃもうやりきれませんわよ。君、ちょっと待ってくれよ。それは君、女房のやつれるじゃないか。あ、私、言い過ぎちゃったわね。
もしもし、郷島組署ですか。あ、パンさん、村川さんやめてよだ。あ、竹雄さん、私八重、東京からお荷物が来てるわよ。今日お昼前でしょ。帰りに通にいらっしゃいよ。え、ごし、あれくらい熱帯じゃ潜りよ。我慢して通にいらっしゃいね。ご食事代と待ってるわ。どう、竹雄さん言った。腰が痛いとか転んだとか滑ったとか相変わらずのんびりたこと言ってんのよ。だからごちそうで釣ったわ。あ、そう。じゃあ何かごちそうの支度しなくちゃね。竹雄さん何が好きかしら。何でもたくさん数あればいいんですよ。あ、私お買い出し行ってくるわ。どう。武雄さんのお母様からお手紙でね、武雄さんがそちらに落ち着けたらば適当なお嫁さんをお世話願いたいって書いてあったけど、武雄さんにはどういうお嫁さんがいいかね。そうね、武雄さん相当のんびりしてるから、お嫁さんよっぽどしっかりした人でなきゃ。でもしっかりしすぎてあなたのように気が強くっちゃね。あら、私そんなに気が強いかしら。まあ弱い方じゃありませんね。必要くらいだと思ってんだけど、私お嫁に行ったら正式の奥様になれる自信があるわよ。ぜひそうあってほしいわね。旦那さんは男の交際があるんだから、たまにはお酒飲んで遅く帰ってくることもあるだろうし、私やきもち焼かないわ。男の方ってたまには私の旦那様、うちのお父様みたいなような方だっていいんだけど。ああ、それは驚きましたね。えらいご上達で。この調子だとこの線から三目にしていただけますから。いやあ、まだまだ下手です。いや、もう四目では無理ですよ。パパ、あら、いらっしゃいませ。お邪魔してます。トイトイ人のこのこのご上達で今負けたとこです。そうでしょ。私もまだまだお相手立てられてるんですもの。稽古台飽き飽きしたから、今日村川さんにお相手願おうと思ってお連れしましたの。村川を村川はこう打てますかね。日本人で碁が打てなきゃ無理だって村川さん言ってました。こりゃお味噌で申したな。お待ちどうさま。いや、ここ本当にあんたにだったんですか。ええ、立派ですな。あなたはお嬢さんだったんですね。これはこれは、お見それして失礼しました。はい。あ、社長さんいらっしゃいのよ。社長が。うん。あ、そう言ったらいけねえや。あら、お帰りなんですの。おじさんは苦手なんですよ。でも、あなたが碁ができるって社長さんに申し上げたら感心してらっしゃいましたわよ。え、僕が来たって言っちゃったんですか。うん。たと知られて後ろを見せるは武士道にあらざるなりか。よろしい、会いましょう。じゃあ量産中一にお邪魔に上がります。お、これが私のおいです。こちらパイリーさんのお父さん。あ、村川拓です。どうぞよろしく。最近は日本に留学をなすったんだ。大学時代に僕とお友達でな、こちらに来てからというものはいろいろお世話になってる。いや、私の方がお世話になっています。娘も大変お世話になっています。え、リア、しかのまなさね。え、パパ、お茶なば。え、なやほ。お前ゴマ打てるんだそうだね。え、一応。一応といや相当なもんだろう。ちょうどいい大臣のお相手を願ったらどうだ。さあ、そうって、お前ごはんできるんだろ。ええ、さあ困ってたな。困ったなって、日本人としてごはんできなきゃお前無理じゃないか。え、それはまあ、じゃあ一つお願いしましょうか。はあ、まあ、今天晚上打算叫春川先生在我们家吃饭。嗯，
给他做什么好吃的呢？不知道村川先生他喜欢吃什么啊？看他那个样，什么都喜欢吃的。可是他的饭量太大了，以前好吃的都给他做点样不就得了吗？他每天在洋洋家见吃咱们饭。今天我们给他做个日本的sukiyaki怎么样？那么也好。妈，咱们快准备吧。慢你，お願いいたします。また行くぞ。社長さん、お帰りになりましたの？どうぞ。では。幸せ駅ですか？ええ、対抗秀吉で行きます。これは予断がならんぞ。パイさんのところでゴーやっとる。パイさんのところでゴー？うん。あ、お帰りなさいませ。お母様、竹雄さんからパイさんのってゴー売ってるんですって。まあ竹雄さんにゴー売ってるなんて見かけによりませんわね。あんなのんびりしたやつは案外うまいかもしれんぞ。Thank you.
やうまいよ、全然うまいよ。ねえ、今度は今の歌を日本語で歌ってくれないか。いや、もう歌わないよ。あ、それより今度村川さんの番よ。僕の？ええ、さあ歌って。僕がかい？ええ、そう、無事に二号がないはずよ。よし、歌おう。ポーポーポー、またポーポー、豆が欲しいか空やるぞ、みんなで、あれ、なんだっけ、仲良く、うん、みんなで仲良く食べに行こいと。ポーポーポー、ハトポーポー、みんなで仲良く食べに行こい。終わり。竹雄さん。ん？なんだ。私絵本とはもくれてんのよ。どうして？面白くないの。さて、おじさんに聞かれたな。あんまりわがまま言うからさ、あまりわがまま手が貸せるもんじゃないよ。ああ失礼ね。それは竹雄さんご自分のことじゃないの。私そんなことでもくれてんじゃないわ。ん？じゃあどうしたんだ。私ゆうべごちそうこじらで待ってたのよ。誰を？誰よって竹雄さんのよ。ああ母校か。僕はゆうべパイさんの人ごちそうになっちゃった。ゆうべのすき焼きおいしかったぞ。すき焼き？うん、十二分に満腹したよ。どうせそうでしょ。じゃあ武士の面もにかけても行かずになるまい。じゃあ早く片付けましょう。うん。あ、阿姐、雅音小姐还没有来呢。可是从今天起就在正装起势的练习了。哎，你替雅音小姐下场怎么样啊？那对雅音小姐不大好吧？那有什么关系呢？谁让她不来了呢？阿小姐，你不也是很愿意下场的吗？啊，那么。我替他缓一会儿吧。哎，好。なるべく端の方にいらっしゃいね。ん？真ん中こっちだって行かなきゃないよ。
これ全部お前が見積もったのかい。あ、わからないところは安藤さんに聞きましたが、大体私が。安藤君、あなたはこれ命令してくれましたか。あ、いいと思います。よろしい。大社呼んで。あ、それほどのものではないですが、実は先日博物館で陸長の拓本を見ました。あれには感心しましたよ。志那書道の真髄に触れたような気がしておりますよ。ああ、いいものです。その時ウアロマン派で発掘された両時代の壁画を見ましたがね、これもなかなかいいものでした。少し私はその壁画を日本人の絵としか思えないのでびっくりしましたよ。はあ、小川に水鳥の遊んでる絵がありましたな。俺の像は色彩なり線なり構図なり日本の光月や宗達などと全くよく似ています。ほう、そうですか。千年前の満州の絵と500年前の日本の絵と一つの根から生まれた芸術だと思う。すいませんでした。日本の芸術、満州の芸術などというよりもっと大きな目で東洋の芸術、東洋の美とかいうものを考えなければいけないと思いますよ。なるほど、達見です。どうです川島さん、一つ研究論文を発表しては。私などはただの骨董一人にすいませんよ。になって僕たちの保険部へ入ってくれるといいんですが。ああ、それは入ってやってもいいよ。でもまだ今年は無理でしょう。なんだ、来年のこと言ってんのか。来年はぜひ入ってください。来年のこと言うと鬼に笑われるよ。実は今年入ってもらえるといいんですが、でもようよう滑れるようになったばかりだから無理でしょう。大田さんが本社詰めになったでしょ、うん、だからうちのチーム穴埋にジョーさんが入ってくれたんですよ。でも、ジョーさんじゃ、バリーの方が上手なんですが、お嬢さんに許してるんです。村川さん、お食事行きます。あ、行こう。おい、ワン君、君一緒にどうだい。僕、お弁当持ってきてますから。なるほどね、泊まるわけだよ。
おう、豚の足。ほら、ボロ刈りなんですの。うん、毎日来て豚の足頭が食えないんでモルトやれたんじゃね。でも、お腹いっぱいなんでしょ。うん、いや、そんな不気味なことなしじゃ昼飯代が予算通りに上がらなくてよ。あ、そうか。この手にしましょうね。先生、你要什么？うん、茶水。あ、バイリンさん、あんたホッケが素晴らしくうまいんだってね。いいえ、それほどでもありませんわ。ただ、真似事。いや、本当は今度の試合にあなたが出る時だったんでしょ。ところが、やいこが社長の娘だなんて言うんで遠慮してるんじゃありませんか。そんなことありませんわ。やいさんだって、とってもお上手ですわよ。それはやいこだってうまいかもわからないけれど、あなたはそれ以上にうまいんでしょ。遠慮もときとばい。社長の娘だからといってのさばらしちゃいけませんよ。大体のやいこはね。あ、もうその話よしましょうよ。せっかくの水で油がまずくなるわね。このうち僕だけど美味しいでしょ。うん、美味しいですね。それに第一安いのが気に入りましたよ。これから当分昼飯はここに決めた。それにこういうところへ来なくちゃ本当の万人の生活は分かりませんものね。なるほどね。豚の足頭まで食う生活なんかはね。ここで食べてりゃ昼飯代から貯金ができますわよ。うん、じゃあお嫁さんもらうまで当分ここで頑張るかな。あら、お嫁さんもらいなんですの。それは僕だって。僕はお嫁さんもらったらおかしい。うん、別におかしかないけど。ないけどどうなんだ。でも本当におもらいになるんですの。うん、それは僕だってもらわないわけにいかないじゃありませんか。お嫁さんもらったらそうだな、子供は10人以上欲しいな。そしてね、それをずらーっと芝生に並べてね、裸で配送させるんだ。どう？壮観でしょ。素晴らしいよね。それでね、太郎、次郎、三郎、四郎、五郎と10人まで名前がついてるんですよ。あ、そう。じゃあ女の子が生まれたら。あ、女の子は考えてなかった。じゃあ女の子だったら私に名前つけさせてね。うん、女の子なら君に任せよ。うん、そうね。あ、君は。あら。私じゃなかったわね。ごめんなさい。いや、実際問題として今の月給じゃお嫁さんがもらえるかどうかまだまだ先の話ですよ。あ、勘定。え、そんな。2万5、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 3万5、3万5、私払いましたよ。いいよ、僕も払うよ。だって私を誘したんですもの。そう、あれだって女に払わせて男の顔が立たんからね。そう、ではごちそうになったくわ。うん、すみません。行きましょうか。こんなところでもチップがいるのか。そう。うん、じゃ要是你和春天先生太亲近的话。
ねえ、愛ちゃん、君ホッケなんかやめないで。なんで？そろそろ奥さんになる稽古した方がいいんじゃないかな。そんなこと言って竹雄さん、私奥様にするつもり？いい気になっちゃいけないよ。誰が君なんか。あら、じゃあなぜ奥様の稽古しろなんて言うの？どうせ稽古するならホッケの稽古よりも奥さんになる稽古した方がいいと思うんだよ。どうしてホッケの稽古していけないの？それは君が支社長のお嬢さんだからさ。あら、支社長のお嬢さんはホッケやっていけないのかしら。わからないな、君は。じゃあはっきり、君は支社長のお嬢さんだから下手くそでもみんな遠慮してるんだよ。パイさんは君なんかよりずっと前んだよ。みんなは今度の試合にパイさんに出てもらいたがってるんだ。わかったろ？わからなきゃもっと言ってやろうか。下手くそのくせにみんなに脅せられたり迷惑がないってもしたずにいい気になってるのはみっともないって言うんだよ。そりゃあ八重ちゃんお嬢さんだからお三度に行けとは言わない。しかしパイさんは見たまえ。パイさんだって言い換えれば立派なお嬢さんだからな。わかったろ？じゃあさよなら。やめようかと思うの。どうして？お嫁に行く支度しなきゃいけないんですもん。あら、結婚なさんの？そう、お婿さん誰だか当ててみましょうか。旦那様はね、もっと男らしい、はっきりした人。じゃあ誰？でも今日の竹雄さんとてもはっきりしてたわ。やっぱり村川さんなのね。パイさん、結婚するんだったらどういう人がいい？私？そうね、やっぱり男らしいはっきりした人。じゃあ私お世話してあげましょうか。今日の竹雄さんとってもはっきりしてたわよ。日本今日は初めから。
我是日本人，你是满洲人。你好，这个人。それから、あ、私とあなたお友達するというの。我和您是好朋友。我和您是好朋友。うん、我和。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 もっと口を開けて、喉を使って。我和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 。嗯，走。我和你是好朋友。嗯，你好，你好。哎，感觉感觉呢。今度は挨拶だ。こんにちはは。您吃了饭了吗？随分長いね。あなたご飯を食べましたかという意味です。随分失礼なこと聞くもんだね。でもこれが毎週の挨拶ですの。おお。日あれ何だっけ？日吃了饭了吗？日吃了饭了吗？でその時の相手の挨拶は？我吃了。私食べました。わちら。わちら、わち。もし食べてなかったら？食べてなくてもそう言うんです。おお。お腹がペコペコでもそう言うのか。随分無理した挨拶なんだね。わちら、わちら。あれ、ご飯の話したらまたお腹が空いちゃったよ。あら、さっき食べたばっかりなのに。それはいいとしたね。じゃあこんばんはっていうのはまさかご飯がどうのこうのって言うんじゃないだろう。やっぱりそうよ。你吃了饭了吗？やっぱりご飯を食べましたかって聞くのか。ええ。チラファラマ、マチラ、チラファラマ。なるほど。それは孫ができなかったら不自由だろ。よし。早速誰かにやろう。で、見込みは？それは競争多いだろう。じゃあ、抜からないようにしっかりやってくれ。ワンさん呼んで。はい。あ、バンクは今朝、紙幣参りました。あ、そうか。じゃあ、チョコを呼んで。はい。ファイさんがいい。ファイさん呼んで。はい。相手は満人なので言葉がよく通じないらしいんだ。気の毒だが君言ってくれんかな。私は？あ、私にできますかしら。君はただ通訳さえしてくれりゃいいんだ。交渉は万事村川が当たるから。そうですか。じゃあ行かせていただきます。それじゃあ早速予算を会計の方に出して。200ぐらいでいいだろう。承知しました。寂しいんだったら連れてってもいいんだが。お願いします。ぜひそうさせていただきたいんですけど。どうせ遊んでるんだから八重さん表紙ならいいだろう。ご無理お願いしてすいません。ありがとうございます。
京さんがいるんだったら私来るんじゃなかったわ。母さんたら一人きりだってんですもの。僕がいたんじゃいけなかったのかい。だってあなたと私だけの仲なんですもの。だから私が連れてきてあげたのよ。もう仲直りなさいよ。ここのところをレンガにすればもっと安くいきますが。那么硬装怎么样呢？比用洋灰很便宜吧？要是用砖的话，能和洋灰一样结实吗？レンガにまりです。それをレンガでやろうが、泥でやろうが、板でやろうが、やる以上は保証しますよ。しかしコンクリートと同じってわけにいきません。结实是结实，可是不能说是和洋灰一样，也就是我们所常说的一分钱一分货。要依我们这儿和您那儿比较，就是用洋灰的话也比较您那方面便宜。他は安いんですね。安い？それも安いところもあるかもしれません。しかしうちでは仕事に絶対の責任を持ちます。我们这边所报错的话也许是贵点儿，可是绝对没错。诚实的责任是我们的看板的。诚实和责任是我们的招牌。我が社の名誉にかけても、その見積もりに対しては微大一文のかけでもありません。我们的公司办事都是有信用的。出来上がってお気に召さなかったらぶち壊してもこしらえ直します。完工以后要是和预定的不一样，给拆了重做，体会都行。出来上がって渡してからでも、時折は見回りをいたします。交了工以后，我们还是负了责任的，实时的来看，有坏的地方没有。建築家は自分の建てた建物に対して愛情を感じます。どうか建築家の良心を参加してください。我们的公司对于所包的工程都存着有一种爱情，比如说父母在自己的女儿出家以后，无论到什么时候还是爱护着她自己的女儿吧。我们也是和这个一样的。那我们先合计合计，以后再给你回信吧。好，希望你们快一点，因为我们听你们的回信以后就要回公司去了。好，一定早告。好。他の方がうちより安いなんてそんなバカなはずはないんだがね。駆け引きかもしれないわね。でもあの時村川さん、うちは高いはずはない、安いとこがあるなら安いとこでやってもらえなんて怒鳴りやしないかと思って心配したわ。それは商売となりゃ、どうにかしませんよ。感心したわ。さっきの取引ぶり、八重さんに見せたかったわ。私、買い物があるから酒買ってあげて。あ、一人で大丈夫？大丈夫。私、マンゴができるから。
あら、お一人？モカさんは？竹雄さんあなたとご一緒じゃなかったの？私顔の人って迷子になっちゃったの。ヤンさん、村川さんの今日の取引ぶり見せたかったわ。はい、どうも、どうThank you.
でも飲まない？私もうじき北京へ行きますわ。Drunk.